本日、2024年5月24日、朝の10時55分。えー、まあ、こちら、えー、こういうふうな、えー、動画を、えー、まあ、撮影したんですけども、あの、まあ、ここの説明欄のところですね。まあ、題名はこういった見出しなんですけども、えー、と、えー、と、説明欄はこれはどこから見たらいいのかな。 こ,こちらですね。えー、ここを、えー、一度、えー、タッチすると。 右手の方に出てきます。現在、インドネシアやフィリピン近くで台風が発生しそうなニュースは昨日日本日付で2024年5月23日に放送されています。世界中で、えー、風や雨を取りましょう。今年の台風1号です。なお、台風の表記はその年の世界中で発生した時の第何号なのかなので今年はかなり被害を抑えられています。戦後歴代一番発生数が少ない年になる可能性があります。 えー、まあ、それぐらいのペースです。現在の位置ですが、フィリピンやインドネシアの方たちは掃除で対応してください。まあ、この辺りに今、発生しそうな、えー、状況ですので、木、えー、が晴れるで晴れます。普段なかなか掃除しないところを掃除してみてはいかがでしょうか。まあ、心の中もきれいになりますんでね、掃除してるときって。であと、台湾や、えー、沖縄も準備していた方が良いでしょうと。 高気圧でで東に沿わせるとということです。日本や中国などは、えー、風、この1週間取れるだけ風力発電の近くで取りましょう。状況を見て数日後、えー、追記しますと。まあこういうことなんですけども、まあまあまあ、先ほどこの辺でもまあちょっと背負風が吹いてたんですけど、まあこの辺りもまあそこそこ風吹いて取、えー、ってもいいと思います。まああのー、防災があのまず基本的にメインですので。 以上ですね風吹くでしょう。こういうことです。